久保さんおはようございます、えー、今回テーマはですね手取り14万の人じゃ泊まれないホテルにしましょうかあ髪の毛切りましたよ久保さんどうすかやっぱちょっと薄いっすね薄いっすねほらもうぺったんこぺっちゃんな感じじゃないですかまあ、いいや、はい、て手取り14万じゃ ちょっとなんか、なんかこれおしゃれですね。ごめんなさい。んこちょっとなんか感じた。で、なんかね。 なんかね、シャワーがね、おしゃれなんですよ、ね。ガラス、ガラス張り、ガラス、ガラス、ガラスですよ。綺麗ですね。綺麗です おトイレでござなんかねこういうちょっとこういうなんかいちいちちょっとねなんかおしゃれですねいちいちおしゃれなんかねここのねホテルのロビーがすごいいいですようんロビーがロビーがすげえおしゃれ まあ動画撮りましたけどそこでそうそうこれとかもねこれなんか座るやつなんですけど、ね、髪の毛あった方がいいっすよね保さんね髪の毛あった方がいいっすよねうんそれあった方がいい りゃあったうがいいっすよまあお金も多分まあホテルもねどうですかねお金がなかったらホテルを泊まるという選択もできないですよねなんかそうそうあの YouTuber の人でなんか動画撮ってましたけどあの 大阪の西成に100円とかのホテルあるらしいんですよ100円とか1000円とかそのファンキーっすよね <laughs> 100円とか1000円のホテルどうっすかもしかはノージュクとかねうんだからまあお金があった方がいいんじゃないですかね、うん まああの久保さんが言ってたのはすごくシンプルですよねあの今の給料今やっていることを10倍にするっていうまあそんなできるわけないじゃないかとねでもネットだったらできるんですよこの動画もね多分ね10回もありますよね久保さんねおそらくこの動画久保さんに送ってるんですけどね 久保さんに送ってんだけど、10回回ってます十10倍ですよね。<laughs> YouTube ってすごいですよね。だからその、まあ、あ手取り14万で YouTube 見てるんだったら、手取り14万で YouTube を見ていて、手取り14万で YouTube を見てるんだったら、なんでやらんのと。前も言ったんですけど、 手取り14万の YouTube 名、ユーチューブ名がね、手取り14万の生活日記、手取り14万男の生活日常とかでいいじゃないですか、手取り14万男の日常とかでいいんじゃないですか、チャンネル名。だから給料明細も公開、だからまずはそのチャンネルのね、そのチャンネルの紹介動画、 あの上に持ってくる紹介動画は、給料明細ですよね。ほんあの手取り14万です。給料出ました。給料、あタイトルが給料明細。手取り14万の、えー、給料明細。もう答え言ってんだけど、手取り14万の円男の給料明細の内訳ですね。手取り14万男のじ給料明細の内訳みたいな。これ結構いい,ないいだろうな。で、その給料全部出すわけですよ。で、内訳で、 あの税金がこうで、どうのこうの、社会保険がどうのこうのって、引かれて、こうで、手取り14万ですみたいな、その給料明細を出すわけですよ。で、それがチャンネルの紹介でしょ。で、あとは、手取り14万男の1日のルーティンですよね。あと、なんだあの、手取り14万の、えー、えー、風呂の風景とかね、シャワー風景とか。 でその、まあ、住んでる家がボロかったら、そのシャワーもね、ボロいみたいな感じで、ボロい、ボロい風呂みたいな。もしくは、切ったね風呂とかね。うん、あと、飯ですよね。手取り14万男の夕食とか。うん、買い物。手取り14万男が買い物すると、こうなるみたいな。とか、うん。まあ、手取り14万男の贅沢とかね。 手取り14万男ついについに旅行に行くとかねうん手取り14万男がなんだあのー、自転車を買ってみたとかねんでもいいんですよもうとりあえず手取り14万男で攻めればいいじゃないですかもう、まあ、これ今手取り14万を十四万でだいぶこうリレーしてますけどねなんでもいきますよ うん、てんてか、それでいいんじゃないですか、だってそれ、だって自分の日々やってることじゃないですか、日々の生活じゃないですか、結構ね、いいと思うんですけどね、なんかイメージとしては、あのい月1万円貧乏ガール生活みたいな、貧乏ガールみたいな、まあそのコンセプトは、1万円生活貧乏ガールとか、まあそういうコンセプト、うん、で、手取り14万にしとく、あともう、モデリングがあるじゃないですか、テレビのね。 テレビのモデリングがあってもう上か下か下なんですよあのすげえその貧乏な感じの絵面なのかすげえこう金持ちの絵面なのかっていうこのこの二極化なんでえテレビ番組そうじゃないですかこの二極化ですよねだから14万手取り14万の日常でいいんですよこれが手取り1億円の日常も面白いですよね 手取,り1億円の手取り1億円男の日常とか、これも面白いと思いますで。手取り14万男の日常も面白いし、だから、これ言うと、手取り1億円男に勝てるかもしれないんですよ。だから両方面白いんで。でも、これが手取り30万だったら、あんまつまんないですね。 うん、で、手取り14万っていうのが、堀江さんがやってくれたんで、それで炎上してるので、だからその手取り14万っていうのも、まあ、一般的に見ても結構低いと思うんですよ。うん。まあ、もっとパンチをつけるなったら、手取り7万円とかね、手取り7万円ですかみたいな。とか、まあ、手取り10万以下ですよね。手取り5万円とか。うん。だそのキーワードは流行らせてもいいですよね。うん。でも多分ね、手取り14万で、 そういう動画を撮ってる人が多分少ないと思うんですよ。少ない、少ないですよ、多分。まあ、ちょっとすみません、リサーチしてないんでわかんないですけど、手取り14万のその、私生活を公開してる YouTube でしっかりと毎日更新してる人は多分少ないと思います。おそらくね。だから、久保さん、これいいっすよね。だから、もうやればね、手取り1億円に勝てるわけですよ。僕はそう思いますけど。でも、そうは思わないでしょ そうはは思思わなないいいからやらやんですよ僕は思いますよ僕まだから、まあ、これからもいろんなことやりますけど多分言ってもそう思わないでしょそう,いう手取りそんなんやってね手取り1億円のやつに勝てるわけねえじゃねえかみたいな僕勝てると思いますけどね僕はね僕はでもあなたはそう思わないですよねうんじゃあ無理ですね <laughs> 思わないもんね <laughs> 思わないもんねそれは無理だな だ結局ね、多分ね、思わないんですよね。多分。ねえ、久保さんね、思わないですよね、うん。いくら言っても自分にはできる、できないとは思うんだけど、自分、なんでそうなっちゃうのかなやっぱ勉強してないんじゃないですか。無知は。だから久保さんもね、なんでできるかっていうと、まあ、勉強もしてきたし、まあ、実際やってるんですよ。 でやって、やって、こんな動画が再生されるんだっていうのをね、いろいろ体験してるわけですよ、久保さん。まあ僕もそうですよ。だから、やってみて、やってみないと分かんないっていうことが分かってるんですよ。むしろいますね。いろんな動画をアップロードすることによって、あこんな動画再生されたみたいな、マジかみたいな。やっぱやってみないとわからないよねっていうことが分かってるんですよ。だからやってみるんですよ。わかりますやってみないとわからないということが分かってるんですね。 でもみんなやらないからやってみないとわからないということが一生わからないんですよ。やってみないから。ね <laughs>。面白いですよね。猫さんね。い <laughs> ってらっしゃい。